今日はまた何なんですか。真空管の旨味を凝縮したエフェクターになっております。なるほど、ここ全然変わるんですよね。これね、ここいじれると夜な夜なやっちゃいそうですね。 DIY 音を DIY っていう、はい、試し弾き。はい、こんにちは。ということで今日も試し弾きしていこうと思うんですけれども、いつもお世話になっております。はい、コルクの森川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以前ね、あのピッチブラック X でご登場いただいた森川さんですけども、はい、今日はまた何なんですか。はい、ニューテクトブランドから新しくペダルが2つリリースされますので、そちらのご紹介をさせていただきたいと思います。じゃん、こちらニューテクト。ニューテクトって聞いたことありますね、ない方もいらっしゃると思うんで、ニューテクトってどういうブランドなのかちょっと教えてもらっていいですか。主にはニューチューブというあの真空管の方を使用したエフェクターだったりっていうのをリリースしているんですけれど、うん、お客様の方で製品の組み立てであったり、うん、細かい調整であったりといった作業の方も楽しんでいただけるような、はい、ちょっと DIY 的なところがコンセプトになって、はい、コンセプトにしております。ほうほうほう、なるほど。まあそういうブランドなんですけど、まあ2つありますが、こっちはね面白いんですけど、ちょっとまた今度にして今日こっち、はい、まずこっちをですねちょっと深掘りしていこうかなと思うんですけど、これなんていうものですか。それは TRS という製品です。 TRS、 この TRS は、まあ、どういったものを目指したペダルなんですか。ギタリストの方って結構真空管の音が好きな方って多いと思うんですけど、はい、そうですね、もう三度の飯より僕ら真空管の音が好きですけどもそういった真空管の旨味を凝縮したようなエフェクターになっております。なるほど、旨味を凝縮してドーンみたいな、はい、ギターサウンドに足していくっていう、はい、そうですね、まあ、いわゆる真空管のその旨味っていうのはコンプレッション感だったりとか、はいはい、あとジュワッとする倍音感だとか、そういうところをそういうところですギュッとしてると、はい、じゃあちょっとチェックしていきましょうか。でもこれね、つまみがいっぱいありますけれども、まずボリュームですよ。ボリュームまあ大体わかりますね。でこちらがパワーサグ、これがいわゆるそのコンプレッション感ってやつですかね。はい、うん、パワー感のサグを再現するところです、ね、うんうん、なるほど。これグッと上げていけばこうっていう、はい、っていう感じになるわけですね。でミックスはこのダイレクトの音と、まあ、このいわゆる TRS の音をミックスする、そういうものですね、はい、これのバランスによっても音作りできるぞと。でさらにチューブ弦、これはさっき言ったちょっとサチュレーション感というか、はい、倍音感というかここら辺で調整する、はい、でこれなんか隠しちゃってますけど、はい、開けていいですか。はい、こっちを出てきました。こんな感じになっておりますけど、ここがちょっとね秘密の感じで、こう DIY 感がありますけれども、はい、まあ左のやつは、まあ、トーン、みんなね分かると思うんですけど、これはもう開いていけば明るくなっていく、はい、そういう感じの、これがね結構効くらしいんで、まあ後でチェックしたいんですけど、でこれでサスティーンスレッショルドってありますね、はい、これはパワーサグっていうところの下に書いてあるんで、要するにパワーサグの調整。はい、そうです。あ、そのコンプレッション感をここで調整、まあ、いわゆるそのコンプレッサーについているようなつまみだと思うので、その具合をここで調整する。結構いろいろできそうですね。そうですね、結構細かく調整できますちょっとこれ電源つないでみてもいいですか。はい、うん、こうすると電源入りますかね。お、入った入った、ここ光ってますね。これニューチューブ。ニューチューブです。なるほど、はい、これが、まあ、入力によってこうちょっと点滅したりとか、はい、サグがコンプがかかると点滅する感じ。じゃあこれがインジケーターになって、そのかかり具合っていうのも判断できたり。はい、なるほどね。まあそういう感じの TRS となってますけども、はい、スタジオとかにある JC をいわゆる僕らが好きなその真空管サウンドに変えるみたいな、はい、まあ、トランジスタアンプ、うん、ですよね。やってみようじゃないかとじゃあ JC、 ここにありますけど JC だけの音と、で JC にこいつTRS を繋いだ音と。で、まあみんな大好きなツインリバーブ。はい。うん。まあ真空管アンプといえばみたいなところありますけど、その3種類を、とりあえずこうストラトでジュリンと鳴らしてみて、はい、どんなサウンドがするんだいっていうことで、チェックしてみたいと思いますので、はいはい、いきますよ。はい。じゃあ、どうぞ。
いかがだったでしょうか。だいぶこれで変わりますね。はい。だから JC はもういつもの僕らの知ってる JC、はい、ここにいるぞっていう、にじまないぞっていうはっきりした感じなんですけど、これ入れることによってジュワッと、はい、だいぶ華やかになる感じですかね。そうですね、はい、うん、でコンプレッション感もあって、なんか右手に伝わる感じが心地よくなるというか、みんなの好きな感じになったんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。結構やっぱりツインリバーブと比べるとまたちょっと違ったとは思うんですけど、ツインリバーブはね、なんか今回の個体がそうだったかもしれない、ちょっと稲田系の感じだったんですけど、これを JC に足したやつはもうちょっとハイファイな感じ、はい、うん、なんか最近のっぽい感じ、はい、うん、古いツインリバーブの感じクラシックな感じと、ちょっとモダンな TRS と JC のそんな感じがしたかなと思うんですけど、ここ全然変わるんですよね、これね。はい。トーンが結構細かく聞くので。ね。で、チュッと変えるだけで、はい、だいぶ時代がちょっと進むみたいな、はい、そんな感じ。で、今回ちょっと分かりやすいように若干トーン上げ目にしたんですよね。だから、まあ結構こうハイファイな感じしたと思うんですけど、もうちょっとクラシカルにしたかったら、若干絞るといいかも、はい。うん。で、さらにこのサスティンとスレッショルドで、はい、結構ここでもまた。結構変わりますね。DIY。はい、音を DIY っていう、はい。ここいじれると、結構もう夜な夜なやっちゃいそうですね。そうですね、ハマる感じです、ね、ハマる感じはあると思います、はい、でこんだけね面白いといろいろなことまたやりたくなると思うんですよ、はい、歪みペダル、はい、ここにつなげるとどうなるんだっていうところをですね、またちょっとやっていきたいと思いますんで、まあ、あの皆さんがね知ってるちょっとペダル持ってきましたんで、まずこちらですね、はい、 TS9 皆さんね大好きな TS9 ですね、チューブスクリーマーで、これも皆さんご存知ジャンレイですけれども、まあ、このあたりつないでどうなるか、まあ、いわゆるですね、こちらは割とまあレンジの狭めな割とクラシックな歪み、こっちはね若干こう広がるような感じ、それぞれつないでどういう効果があるかっていうのと、でさらにですね、これ最近お気に入りのディストーションペダル、こっちタニアですけれども、これはですねディストーションになってるので、はい、まあ、ディストーションと組み合わせた時にどうなるか、はい、なんかあの大型スタックな、はい、チューブアンプ感が出るかどうかっていうのをちょっとやってみたいと思いますので、じゃあ聞いてみましょうか。いきますよ。はい。どうぞ。
い、いかがだったでしょうか。結構これも変わったんですけど、クリーンの時はね、やっぱりね、こう華やかにこう上の方がキラッと伸びる感じだったんですけど、こっちでやるとなんかね、ローミッドがこう豊かになって、こうグッとこうファットな感じになって、はい、なりましたよね。なりました。なんかね、はい、ちょっと違う効果というか、同じ傾向になるかなと思ったら、ちょっとまた違う傾向になって、そうですね、はい、面白かったんですよね。だからもういわゆるトランジスタアンプに歪みペダルをつないで、なんかチリッとして、あ、はいはい、細くなっちゃうって経験みんなあると思うんですけど、あの感じが和らぐ、はい、ちょっと重心グッと落として腰据えたって感じのサウンドになるような気がしたんですけど、どうでしょうか。そんな感じがね、あってよかった。特にやっぱディストーション、この時ね、かなり変わったような気がするんですよ。上、シャーっていうね、はい、こうメタリックなところ、これはまあこれで気持ちいいんですけど、ちょっとこう、ローミッドのギターソロとか弾きたくなるような、はい、そういうところがね、これとこれを合わせることによってですね、出たような気がするんで、そういうところですね、ちょっと、もっと欲しいなって思ってた方、いつもスタジオに行って JC に繋いでた、ちょっとこう、なんか硬いかな、ちょっとチリッとするかなって思ってた方、後段にですね、はい、これを刺していただくと、ちょっと、ぬくもりが、はい、温かみが出るかもしれないので、はい、ぜひね、こちら試していただきたいですね。はいはい、ということでいっぱい僕が喋っちゃいましたけども、ありがとうございます、はい、感じですね、はい、ぜひね、気になった方は全国の楽器店さんにありますので、はい、チェックしてみて、こうね、いろんなペダルとね、組み合わせてあるの楽しいと思いますんで、ぜひチェックしてみていただけたらなと思います。ということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。 TRS ぜひチェックしてみてください。ぜひお願いします。